ジュリー・アシュトンは、アメリカ合衆国コロラド州、コロラドスプリングス出身のポルノ女優、テレビ番組司会者。アシュトンは、コロラド州立大学でスペイン語と歴史を専攻し、卒業後は中学校で1年間スペイン語を教えていた。1994年に、フロリダ州に転居し、ポルノ映画に出演し始めた。ポルノデビュー作は、ニューウェーブ・フッカーズ4であった。 映画の仕事に加え、ポルノ業界を代表して、カリフォルニア州議会で、ロビー活動を行い、多数の雑誌に、モデルとして登場し、エキゾチックダンサーとして巡業した。映画のキャリアにおいて、彼女は、アナルセックスとレズビアンのシーンで最も知られている。アシュトンは両性愛であることを公にしており、ポルノ女優のカイリー・アイルランドや、ケイランニーコールと、親密な関係になった。 1990年代から、プレイボーイテレビの常連出演者となり、長期間続いた視聴者電話参加型ライブ、番組シリーズ、ナイトコールズの共同司会者を務めた。また番組のスピンオフ作品である日本のソフトコア、映画、ナイトコールズ、ザムービーと、エロリスト欲望のお宝探し作戦、にも出演した。これらは、深夜の有料ケーブルテレビで、 しばしば放送されている。アシュトンは2006年1月より、成人向けウェブサイト juliland.com を所有し運営している。高級志向のサイトで、写真家で、監督のリチャード・エイバリーのエロティックなイメージを、公開している。アシュトンは1990年代に一度、結婚していたことがあるが離婚している。2005年に再婚し、2006年には女の子を、 出産している、ありがとうございます。